10月18日、1日の取引がありました。日経平均株価は昨日に比べて70円と56銭高、3万8981円と75銭でした。70円高わずかではありますが、日経平均株価プラス反発しました。トピックスは 1.15 ポイント高の 2688.98 でした。日経平均もトピックスも一応上昇ではありますが横ばいですね。プライム全体の 48%、 798銘柄は下落しています。上昇したのが 46%、 757ということで、下落48対上昇 46% ですから、ほぼ、値上がり値下がり拮抗状態、指数のみかろうじてプラスというプライム市場でした。クロース250指数は 4.33 ポイント安、 0.7% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は先週陰線続きながらじわじわと値を切り上げ、今週4万円台タッチする場面がありましたが、ここ3日間はじりじりと下押しされました。今日はかろうじてプラス、昨日の終値同士を比べるとかろうじてプラスではありますけども、陰線がこれだけ、8本続いていると、つまり、前日のニューヨークから帰ってきた段階では買われたりするんですけれども、東京で強い材料がなく様子見膠着の間、始め値は高く終わり値は安くなっていると、そうした状態がしばらく東京市場続いています。東京独自、東京時間の買い材料、売り材料がないという相場がこのところ続いています。日経平均は今日はかろうじて終わり値では反発しています。こうした中で、半導体関連株の値動きを見ていきますと、東京エレクトロンですね、NVIDIA が昨日はアメリカで史上最 高値 NVIDIA 更新して、半導体株買われる銘柄多かったんですが、東京市場への波及力はあまりなかったようです。東京エレクトロンは30円安、小幅ながらマイナスで引けました。このところ買われていた銀行株は今日も強含みという様子でした。三菱 UFJ は続伸、相場全体日経平均が陰線続きなことに比べますと、概ね陽線が続き株価切り上げトレンドとなっています。三菱 UFJ は今日は 1.4% の上昇でした。今日の東京市場、週末ということも相まってか、特段大きな買い材料も売り材料もなく、日経平均株価小幅高にとどまっています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。